ビデオダイアリーフェブ y the 9th2022 by ヒロシハヤシハメメツシティジャパンビデオ日誌2022年2月9日林宏ですおはようございます <coughs> 昔から魚心あれば水心ということわざがありますよねつまりですね 私がですね、例えば A さんなら A さんのことをですね、いい人だな、素敵だななんてね、思っているとですね、A さんは A さんで、私のことをいい人だな、素敵だなというふうに思っているものだということですよね。これを発達心理学の世界では、好意の変貌性と言います。好意の変貌性。つまりですね、私が相手の方にですね、好意を持っているとですね、相手の方も 私に好意を持っていいるものだと,いうことです、はい、しかしですね、実はその反対のこともあるんですね、悪意の偏方性、つまりですね、私がです、ね、相手のことをです、ね、相手の方のことをです、ね、嫌なやつだな、おかしなやつだな、つけたくないなというふうに思っていたとしますよね、いくら表面的にう、ね、っていてもです、ね、私が相手の方をですね嫌ねったな、変ねったな、 とと思っていると相手の方も私のことをですね嫌なやったな変なやったなというふうに思っているものなんですよねそういう意味で人の心というのはある意味でね鏡のようなものなんですよね自分の心を映す鏡相手は私の心を通して、まあ、要するに自分を見ているわけですよねですから英語のまあ教育学命の中にもですね昔からあるんですけども相手はねあなたが その相手を思うように思うううよに相手の方は、あなたのことをです、ね、自分のことですよね、思うように、まあ、私はどう思ってるかによってです、ね、相手の心も決まっていると言いますか、要するに行為の変更性ということなんですよね。いわゆるそういうことがあるわけですけども、まあ、それはある意味で個人の関係においてもです、ね、社会の関係においてもです、ね、あるいはひょっとしたら、 国同士の関係においてもそういうことが起きるというわけですけども例えばね私あの1970年代はですね今からもう50年近く前ですけどもほとんど毎週のようにですねまだ、えー、航空運賃が高くてですねなかなか行けなかった時代だったんですけども、まあ、いろんなね商談をまとめるためにねアルバイト的に毎週のようにね まあ、台湾行ったり、香港行ったり、シンガポール行ったりって、まあ、東南アジア中心にね、あちこちを回っていました、そういう中でも、やっぱりこの台湾の方っていうのは、日本人に対して大変いい思いを持っていてくださったんですよね、ですから、まあ、商談しながらもですよ、商談しながらもですね、何かね、話がだんだんまと,ま,とまってくると、まあ、向こうの方がですね、やんわりと。 林さんは、奥さんはいますかなんてね、日本語で話しかけてくるわけですけども、で私がね、そのはい、もう妻がいますなんて言いますとね、相手の方は、もう、まあね、露骨にね、<laughs> がっかりな服前、様子をなさってですね、そうでしたか、私にもいい、私のところにもね、いい娘がいるんですけどね、なんてね、嫌がるとそういうふうに言われたことがありますね。ですからやっぱり、今、こう過去、自分のね、そうしたその国というものに関してもですね、 私はまあ向こうの方がですね日本のことをいい国だ、いい国だと思ってくださっているわとこ,とことがですね、まあ、いわゆる積み重なってですね今私が今こう東南アジアの、ね、あるいはアジアの国々の人たち見てもですねやっぱり台湾に対してはいい印象を持っているものなんですよねしかしそうでなければそうでないんですよねまあこの近辺でもいろんな方がいらっしゃいますけどもね浜松っていうところはまあここのところ二三年は、まあ とにかくコロナの、ね、19のそうあ、まあ、3で、ねまあ、まあ静かになってしまいましたけれども、まあ、その近辺にもです、ね、大きな会社が、まあ、たくさんあるわけですけれども、まあ、この辺りの方でもあれです、ね、例えばお隣の、ね、渓谷への出張と言いますと、ね、あの皆さん嫌がられますね。 あそこだけは行きたくないって,言,って、ね、言わんやね、転勤、今、ここのところね、あのちょっと元気がなくなりましたけども、10年、15年前の話になりますけども、転あの国へ、ね、転勤しそうだって言いますとね、まあ、ご主人もその大変ね、ショックを受けられるし、それ以上にね、奥さんの方がですね一緒に行くのは嫌だって言ってね、まあ、頑張っておられるっていうケースはたくさんありましたね。やっぱりこの国の関係においてもですね、行為の変法性、もっと言えばですね、 悪意のの性ととといいううが、まあ、働くことですねですからあのウォルト・ディズニーの,そのあー「美女と野獣」のねその動画を編集している時に、まあ、ディズニーの言葉なのかどうかは分かりませんけども、まあ、こんな言葉がありますよね、まあ、ちょっと話ちょっと難しい話になりますけども 相手の人はですね、まあ、自分がここにいるとで相手の人が今あなたの心の中にどんな人としてどんな人として印象に残っているかとその印象を見ながらその相手を判断しなさいよ逆にその人のまあ例えばねも,あのもっともっと言うとねその人のしたことや言ったことやそういうことは全部忘れてしま,、まあ、しまってもですねそういうことではなくて あなたの心の中にその人の印象がどのように残っているかによってその人を判断しなさいよということを言ったわけですけども、まあ、その言葉ちょっと正確じゃないかもしれませんけどもそれを知った時にですねその問いだなって思いましたねというのはどういうことかというと心というのはですねこの脳と違って別のところで機能していくわけですよね例え,ば例えばこういうことがあるんですよねまあ私こういう仕事をしているもんですから あのまあね、その多くの人とまあ 接してきたわけけですけども今でも、ね、浜松市内今はちょっと元気ないんですけども、も、まあ、コロナがねななん、なんだかんだ言っても、コロナがね大きな影響を与えているわけですけども、も、まあ、街の中、ね、駅行って帰ってくるだけでも、大体まあ1人か2人はですね顔、ミシンの人と出会うわけですよね、人口80万であってもですよ、その時にことなんですけども、も私がねその過去にその私の仕事上を、ね、付き合った人が向こうから来たとしますよね、その時のことなんですけども、もその瞬間ですよね。 その瞬間のことなんですけども、私はその人とどこで、どのように会って、どのような、ねまあ、関係があったかということは、全く覚えてないんですね、頭の中では。しかし、会ったその瞬間にです、ね、心の方が先に反応するんですよね。いわゆる、なんて言いますか、ほっとするような懐かしさ、楽しさ、というのはポッと返ってくる人もいればですね、パッと見た瞬間、頭の中でそれが誰だったかな、どこだったかな、どういう人だったかなということを思い出す前に、 心の方が先に反応するんですよね。あれは面白い現象だと思うんですけども、その、パッと出会ったときに、ニコニコっと洗ってね、なんて言いますかね、楽しい気持ちになって、パッとその人見てね、ニコっと洗って、こんにちはって声かけるんですよね。そういう感じになるんですよね。ところが、また別の人はですね、会ったその、パッと本当に瞬間ですな、ね、らばね。 ですから心というのはもう瞬間に判断するんだなというふうに私は思ってますけれども、そのあったその瞬間に、ですね、パッと見たとき、あや嫌だなって感じでね、ちょっと避けるかなって感じでこちら、こちら側の先に,見,つけた場合に見た場合には、さっと体をね、あの反らしていくと言いますか、まあ、道をね、まあ、迷わず遠ざかっていくということになるわけですけれども、それは面白い現象ですね。 というのは、パッと見た瞬間には、えっと、あれはどこであった人だったかな、あの,あの仕事だったのかなあの、えー、いや、私が教えた生徒さんの親だったのかなとかね、いろんなふうに考えるわけですけども、頭の中で考えるよりも先に、心の方が先に反応するということですよね。ですから、まあ、その人というのはですね、あなたがそのあなたの心の中でどのように判断するかということで、そのまあ、要するに、判断しなさいよ。 とということはです、ね、逆に言うとね、美女と野獣の中で学んだことはです、ね、どういうことかというと、つまりこういうことなんですよね、ちょっと分かりにくい話ということは、相手の人の心の中で、あなたという人が今、どのように作られていくかということを考えながら、その人と付き合いなさいよということを、まあ、言うわけですよね。 つまり、その、してあげてること、やってあげてること、いろんなことあるでしょう。それはまあ、横に置いておいて、今、例えば A さんなら A さんとそこにいると、その A さんの心の中で、私という人間がどのように作られていくかということを心の中でね、それを考えながら A さんと付き合いなさいよということを言うわけですよね。まあ、それが結局は、その、どういうことかというと、その A さんの心の中でね、 私という人間がいい印象を与えているか、あるいはいい人間、好ましい人間等としての印象,を印象形成を作っているか、そうでないかということを、まあ、逆にね、こちら側がそれをそ,のそ,ういうことそういう面に。 注意を払いながら A さんと付き合いなさいよっていうのはそういう意味なんですよね。そういうまあいい印象形成がお互いにできてますとね、それこそ10年後、20年後にですね、もうそのことはその人のことはすっかり忘れていてもですよ、街角でね、パッと見た瞬間に、あこんにちは A さんってことになるわけですよね。が、しかし、そうでなければそうでないということですよね。今日はだから最初に行為の偏更性と、そのまあね、それをバリエーションとして悪意の偏更性。 ということを話しましたけれども、この方法はですね、つまりは、ある意味でね、教育の世界においてはとっても重要な、印象形成なんですよね例えばよくあるケースはです、ね、例えばですよ、あなたが親であって、子どもがいたとしますよね、でその時に、当然、学校の先生、塾の先生、お稽古,お稽古塾の先生と、あなたの子どもの人間関係を、良い人間関係を作りたいと思いますよね。 そうすれば、教師というのは面白いんですよね。その自分のことをいい先生だと思っているその親や子供に出会うと、力が2倍、3倍と出てくるんですね。ところが、自分のことを変な先生だな、嫌な先生だなと思っている、そういう親や子供に出会うと、自分の力というのは半減するんですよね。まあ、要するにサービス業ですからね。 サービス業なんですよ。教育というのはサー,ビサービス業なんですよ。ですから、その、どこまでサービスするか、まあ、一通り一遍のね、やるべきことをやって配布して何にするか、あるいは、その、何て言いますかね、そ,それ以上にねち、力を入れてサービスするかという部分においては、その人のね、酌量って言いますかね、その、が、まあ、生きてくるわけですよね。ですから、その、教育というのはそういう職業なんですよ。ですから余計にそうなんですけども、要するにそこで。 皆さんはですね、子供がいたとしますよね、その子供があ、ねまあのその学校の先生でいいわけですけども、その人といい関係を作ってほしいと、まあ、願っていらっしゃいますね、そういう時はですね、行為の偏方性を、ね、利用するんですよ、それはあの家庭教育の奥義、奥義ということになるわけですけども、どういうことかというと、ですね、子供を使って先生と子供の関係をいい関係に作っていくんですよね。これはあのもあのー、の、 子供っていうのはあの、特に学校教育っていうのは、まあね、子供の間にいて、あんな先生嫌だから、はい、やめたってわけにいきませんからね、どうしても1年単位の付き合いになりますからね、長い付き合いになりますから、子供にあたり、いい影響も悪い影響も大きいですね。ですから、そういう場合には、子供と先生の関係を良くしなくちゃいけないわけです。で、どうするかと言いますとね、まず第一になるべきことはね、先生を褒めることなんですよ。 学校の先生、塾の先生、お渓谷塾の先生を子供に向かって褒めるんですよ。これが大事なんですね。というのは、ですね、その親がね、というのは逆に考えますとね、例えばここに子供がいますよね、私が教師だとしますよねで、その見えないところに親がいますよね。ところがですね、教師というのは子供と付き合っていると、その親が、 私に対してどういうふうに考えているか、印象を持っているかっていうのはです、ね、手に取るように分かるんですね、これは分かるんであって分かるんですね、しかもですね、そのまあ、なんて言いますかね、言葉の端々態度、いろんなところから分かってくるわけですよ、またその教師というのは、そういうところに注意を払いますからね、はい、払うんですよ、いわゆる自分がその親や子供に対して、どのような印象を与えているかということについて、注意を払うわけですよね。 でそれによって、まあ、自分の心というのはまた逆に向こう側から見てね、好意の偏更性、悪意の変更性ということが起きてくるわけですけども、そこなんですよ。要するに、今度は皆さんが親の立場で子どもはそこにいる、学校の先生は見えな,ないところにいますよね。そういう時はどうするか言ったら、先生を褒めるんですよ。 今度のね、先生ね、いい先生だね、頭はいいし、かっこいいしね、素敵だね、お母さん素敵だわよとかね、お父さんあの先生、いい先生だと思うよ、お前も一生懸命勉強しろよ、あの先生はいい先生だって言っていね、褒めるんですよ。分かっていても分からなくても。そうすると子供はですね、ふん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 って聞きながらですね、そしてそれをまあ先生の前に出て出たときに、自分の中にある印象ってものをですね、先生にぶつけていくわけですよね。 でそれを先生はまた敏感に感じるわけですよ。感じ取るわけですよね。そうしますと、先生のほうもです、ね、まあ、ここまでやればいいなと思っていてもです、ね、その間、ちょっと特別だからってね、サービスを2倍、3倍と増やしていくんですよね。これがあの、いわゆるまあ先生を、まあ、ある意味でね、いわゆる遠隔操作する重要なポイントだということです。間違ってもね、子どもの前でね、学校の先生の悪口を言っちゃだめですよ。 あの子ども自身がね、先生の教育に、ね、従わなくなりますから、そうしますとね、教師の側から言うとね、教えにくいですよ、はい、ものすごく教えにくい。例えばね、あなたがです、ね、子どもに向かってあの、あの先生、嫌な先生ね、教え方も下手だし、まあ、どうしようもないわねなんてことをね、日頃、悪口言ったとしますよね、そうしますとね、先生の方もそれを子どもを通して感じるわけです。と同時に子どももそういう態度に出てきますからね。 何言っても、プイッと向いたり、横向いたりね、ふんって言ってみたりね、来さ様なくなりますから、そうなりますとね、いわゆるサービス業ですから、それが2分の1、3分の1と減っていくわけです。もう、教師の側も会いたくないですね。そういうふうにして、そのなんていいますか、そのまあ、いわゆる教師と生徒の関係を破壊してしまうわけですよね。ですから、まあ、例えばね、子どもがね、学校や幼稚園から帰ってきてね、例えば先生の悪口言ったとしますよね、よくあるケースなんです。 ママとかってね、お母さんの例に例えると、ママあの先生ここ,ここでね、こういうね、こえ子引きして、もう嫌な先生だよって言ったとしますよね。絶対に相づち打っちゃダメですよ、子供の前で。そうね、そうよ。お母さんもそう思うからね、そうねって言っちゃダメ。絶対にダメ。そう思ったら思ったで、それは子供のいないところで処理しなきゃダメなの。その時に相づちを打つということはね、賛成したことになっちゃうんですよ。 そうすると子どもは学校の先生に何て言うかというと、逆のこと言いますから、うちのママね、今日ね、昨日ね、先生のことをこうこうこう言っていたよって、自分が親に言ったことをそのままはね返して言いますからね、そういうもんなんですよ。それはあの子どもの特性なんですけどもね、例えば、えー、皆さんも子どもの時そうだったろうと思いますけども、例えば塾なら塾でいいんですよ。 自分がその塾へ行きたたくないとと思ったとしますよね時間もきついし、教え方も厳しいし、ね、内容も難しいってなった時には、塾へ行きたくな,ないとしますよね、そういう時は子どもはどういう手を使うかというと、ですね親にね塾の悪口を言い始めるんですよ。あの先生、こうでこうで教えてくれないとかね、私が質問してもね、その何も答えてくれなかったとか、そういう感じで、あの先生はどうのこうのって、上へ帰って親にその塾の先生の悪口を言うんですよ。 つまり、ですね親を今度逆に誘導するわけです。つまり、親をして、ですね、まあ、そんな塾なら行くのやめなさいよっていう風に言わせるように誘導していくわけですよ。1週間、2ヶ月、3ヶ月とかけてね。そうすると、そのうちですね親の方からその子供に向かってね、あんたもうあの塾やめる、まあ、お母さんもねあまりあの先生好きじゃないからというような言葉が出てくるわけです。よ しめしめしめたと思うんですよねそれで、あとは誘導して、まあ、そこで人間関係は途切れるわけですよ。これがですね、まあ、いわゆる行為の変更性の誘導ということになるわけですけども、このことを、ね、知っておかれるだけでもです、ね、たぶん、例えばそのあなたがです、ね、社会人であって、どこかの組織でね、仕事をなさっていらっしゃる方であってもです、ね、即応用できる人間関係の、いわゆるまあ基本中の基本ということになるわけです。 その要にあるのがですね、行為の偏更性という言葉ということになります。で、今日はですね、まあ、いくつか話したいことがあるもんですから、一度ここで止めてですね、次の話に移っていきたいと思います。行為の偏更性、ちょっと覚え,てから覚えておかれるとですね、まあ、いろいろとね、応用ができる諸政治図ということになります。 二つ目の話ということになりますけども、いわゆるまあネガティブマインドの話を今日はね、してみたいと思うんですよ。ネガティブマインド。まあ、一般的にネガティブマインドと言いますとね、いわゆるまあ生き方、考え方、 そのもの人の、ね、いわゆる行動回路、思考回路がです、ね、後,ろ向きな後ろ向きな人のことを、まあ、ネガティブな人って言いますけどもね、いやだ、やりたくない、面白くない、つまんないって感じでね、まあ、何,何事につけて、まあ、後ろい後ろへと引っ張っていくタイプの人っていうのはこれは少なくないわけですよね。まあ、これ言うんですけども、まあ、それ以上にね、怖いネガティブマインドっていうのは、いわゆる、まあ、その例えばね、ひがみ、 恨み、怒り、いろいろありますよね、妬み、まあ、そういったものをネガティブマインドっていうんですけども、じく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 と、そのなんて言いますかね、人間関係をその後ろ向きに引っ張っていく関係ですね。このネガティブマインドの人っていうのは、一つの面でそういうネガティブマインドということをですね、まあその出て、そういう症状が出てくるとですね、あらゆる場面でそのネガティブマインドっていうのが、 現れてくるわけですよね、まあ、あるいはそれ人全体を、まあ、ってますか包むといいますかあるいは全体の基礎となっているものの考え方の基礎ということになるわけですけども、ね、要するにそれが原因となっていろんな形でネガティブマインドとして、まあ、出てくるわけですけどもこんなことがあったんですよね。M さんっていう女の子だったんですけどもよく覚えてるんで私の,あの教室っていうのは ちょっと変わってましてね、幼稚園の年中時から高校3年生までずっと教えていくっていうようなやり方なんですね。ですから子どもによっては12年以上ね、付き合うと言いますか、もっと長く使うのかな、12年ですね、14年で付き合うきいうって子どももいました。ですから、ある意味でね、それをね、毎週、まあ、そういう付き合ってますから、ひょっとしたらお父さん、お母さんよりもですね、まあ、濃密なその人間関係っていうのはできてくるわけですけども、そういう流れの中でね、M さんいう女の子がいたんですけどもね、 大変こう背の、まあ、ぐんぐん背が伸びましてね、もう中学校入る頃には170センチ超えて、すらっとしてね、き、まあ、綺麗な子だった、綺麗って言いますかね、スタイルの、まあ、俗に言うスタイルのいい子だったんですけどもね、ところがその子がですね、まあ、いつもその、まあ、教えるといってもね、4、5人、5、6人の司、まあ、教師なんですけども、そこで教えているときのことはなんですけども、そのいつもねその、まあ、X さんなら X さんのことを、ね、悪く言うんですよ、すごく悪く言うんですよね。 でどうしてって聞いたら、いわゆる、まあ、あだ名をつけましてね、そのちょっと言葉に言えない禁止用語になってますけども、まあ、例えば、まあ、D なら D でいいわけですけども、そういうその D という禁止用語の、まあ、ニックネームをつけてね、あの子ね、D なのよで、まあ、とにかくそういうことを言うわけですね、要するにどこに、まあ、あの視点が置いてあるかというと、まあ、その子ね、あの、まあ、多分ですよ、私はそういう。 ところはあままり踏み込まなかったんですけども自分がですね、まあ、要するに、いわゆるスタイルのいい子だったんでしょうね、いい子なんですよ、私もそう思いますよ、いいスタイルがね、ちょっと日本人離れして、まあ、そのちょっとそういうタイプの女,子女の子だったんですね、ですから、それをね、ある意味で、まあ、そのこの,子その M さん自身がそれをその自慢していたわけでもないし、意識していたわけじゃないんだけども、周りの人たちがですね、 あん,たあんたね、スタデーはね、かっこいいわねって感じで、多分ね、そういうふうにこう持ち上げたんじゃないかと思うんですよね。ですから、まあ、M さんは M さんでね、そういうことを意識する,まですることもなくです、ね、自分はそういうタイプの人間だというふうに思うと同時に、それは、ねまあ、反射する形で、逆にね、自分とは違った体型の、の他の人たちをですね、他の仲間って言いますかね、友達をですね、ぐんとこう、まあ、いわゆる下に見たと言いますか。 優越感ですよね。それを持ったわけです。まあ、要するにまあ、ささやかな成功体験を持ったわけです。あの成功体験というのは怖いですね。 まあ何かのことで一度成功しますとね、それがその,その人のベースになってね、有、まあ、頂天になったりね、得意になったりね、逆にそれをね、いわゆる反射的にそうでない人をバカにしたり、下に見たりでね、軽蔑したりというところまで行ってしまいますからね、ですから成功体験、まあ、どんな場合でもそうですよね、スポーツ面でおいても文化面においてもね、例えばなんかの形でね、テレビに出て有名になってもね、そうした成功体験というのは、その人の人格そのものを、 とと変えるというよりもですね人間の心の中に潜んでいる、まあ、やらしいねその優越感ですよねをえぐり出してくるんですよね。そして、まあ、その人のものの考え方が変わってしまうということはよくありますね。まあ、よくある例は、まあ、何かのことでねテレビに出て多少人気が出た途端にね、まあ、そのマスコミの世界では。まあその 下手に出てるんですけども、一歩外へ出ると、あんた何を私は知らないのっていう感じでね、威張り出すとていうのはそういうことになるわけですけども、要するにそれが反射的効果として、その人のこのものの考え方を歪めていくわけです。まあ、それがですね成功体験というわけですけども、今日はまあ成功体験の話で、まあ、ね今日は横に置い,て置いておいてですね、成功体験というのはですよあれですからあんまりあの,、まああんまりねその 必要以上に、ね、成功体験というのはしない方がいいですね。まあ、それはちょっとまあ話し話は話はその話じゃないんですけどもね、要するにその M さん、M さんは自分がそういう、まあねまあ、ある意味でね、自分は他の人と違った優れた人間であるという意識をどっかで持っち,ちゃったんですね。実際にそういうまあタイプの子だったんですけども、その子がです、ね、高校生になる頃からです、ね、急にちょっとこう、まあ、変わってきたんですよね。 急に変わってきたとということはどういうことかというと、ですね、まあ、それまではそれほどそういうことを言わない、まあ、その中学生の時きは、ね、とにかく自分と体型の違う人のことをもう D という言葉を使って、あの子は、ね、D だからね、どの子の子の、この子は D だからね、どの子の子のっていうふうにして、必ず子に体型,の体型の問題が絡んだ形で、他の子どもを、まあ、いわゆる下に見る、嫌う、軽蔑するというような。 態度に出てきたんですよね、まあ、それは私、気になってましたけども、まあね、少女期にはそういうことはよくありますからそれ、それなりのことだろうというふうに思っていたんですけどもね、高校生入りましたらね、急にね、なんかこう、悩,悩んでるって言いますかね、もうなんか知らんけど、もももももと悩んでる雰囲気なんですよねで、どうしてそんなに悩むのってことで、まあ、そういう話をその、ね、それとなく聞いてきたら、こういうふうに言うんですよね。 先生ね、私ね、太ってきちゃった、太ってきちゃったって言うんですよね。で、あの、まあ、女の子の場合もですね、その思春期すぎて、まあね、青年期に近づいてきますと、だんだんね、こう脂肪が自然にね、まあ、体にね、蓄積されていってますかそれはよくあるって、まあ、当たり前のことなんですよね。むしろ、まあ、日本人の場合は、体系的にそういう風になっていくのが、ある意味で、その、ふ普通という言い方イコール、まあ、 ちょっと語弊がありますけれども、要するにそういうことなんですよねお、いわゆる女性らしいね、いわゆる皮下脂肪がぽってるとということで、まあ、要するに、生殖的なね、機能的に、いわゆるその妊娠しやすい体型へと、まあ、変わっていくわけですよね。でところが、それが M さんには理解できないものですから、自分が太ってきたということをです、ね、もうとにかく異常に悩んでましたね。 そしてその食事を減らしてみるんだけども、太っちゃうとかね、何しても太っちゃうと感じで、もう太るということを、結局悩み始めたわけですで。なぜそんなふうに悩んでたかということは、ですねまあ私、その時にもう分かっていたような気がしますね。つまりですね、これはあの人間関係の基本なん,本なんですけども、他人のね、不幸や、いわゆるま、あまあ例えば病気も含まれますけども、そうしたことをですね、つまり、 ここういういとなんですね。笑えば笑うほど、今度は自分がその立場に立たされたときに、大きなショックとなって帰ってくるということですね。これもある意味で、人間の基本的な関係を作る一つの、いわゆる大鉄則というよりも、ある意味で基本的な知識、あるいは基本かもしれませんね。つまり、そこに例えば A さんなら A さんという不幸な人。 あるいはそのそうでまあ病気な人がいたときにね、まあ、そういうことをそのいわゆる酒の魚にしてですね、まあ、いわゆる笑うという言い方の中にいろんな意味がありますけども、そ,のそれをね、ある意味で楽しむタイプの人って、これ、世の中にいますからね、いない,いないとは言わないです、いるんですよ。そしてその、まあ、要するにそれを酒の魚にするということはですね、 ありますよね皆さんの近辺にもそういう方いらっしゃると思いますけども、私の周りにも1人、2人、もっといたのかな、3人よりも <laughs> いっぱいいたようない気がしますね、それはどういう人たちかというと、ですね、まあ、たまた,に,たまにあってね、そしてその別のね人の話になったとしますよね、そうするとね、そ,のそういうタイプの人はある意味、で思考回路が、そういう思考回路ができてますからね、つまりそういう話になっていくわけですけども。 例えばね、林くん、あいつはバカだよな、という言い方から始まるんですけどもね、例えば私が知っている Y さんという人はそうだったんですよね。あいつはバカだよな、だからあいつはこういうバカなことをして、今ね、病気をしてるんだよって言ってね、そいて自分の健康ぶりを誇示するわけですよ。僕は健康だよ。毎日ね、ランニングしてるし、えー、鉄棒でね、懸垂を何回してるからってなことで、まあ、いろいろ言うわけですよ。まあ、要するにね。要するに、まあす、まあ、その、 他人がね、病気になったり不幸になったりすることを、まあ、自分の優越感を反射させた形で、まあ、いわゆる笑うわけですよ。そして最後に言う言葉は「ねえ林くん病,病気なんてものはね自業自得なんだよ」なんて感じでね。だから気をつけて、ね、て健康に努力してれば、 病気なんてならないよ。って感じでね。まあ、いつもそういう自慢話をするわけです。つまり、その y さんなら y さんというのは自分がまあ健康でね。まあ、その病気もないことを逆に、それを自分の優越感としてまあ、いわゆるこの肥やしにしてたわけです優越感の優越感の肥やしにしてたわけですよ。 ところがです、ね、そういうふうに先ほど言いましたように、他人の不幸や、ね、病気を笑った人というのはです、ね、今度は自分がその立場に立たされたときに、その何倍も何倍も、なんて言いますか、その疾病返しを食らうということですね、俗な言葉を使えばですね、疾病返しを食らうということですね。ですから、その今度はその Y さんがですねその、まあ、ある病気になったわけですけども。 結局は、旗から見ていてもですね、ワ、ま、イ、あ、さんは決して笑うわけじゃないんですよ、そういうワイさんは笑っているわけじゃないんだけども、旗から見ていても、まあ、普通でないような、いわゆるショックを受けておられるという感じはやっぱりしましたね。ですから、他人の,その不幸や、あいわゆる、ね、そういう健康の問題、特に私の年代になってきますと、特にそういうことになってきますからね。ですからまあ常に考えることは どんなケースの場合にも、どんな人に会ってもね、またどんな話を聞いてもね、明日は我が身という感じでね、常に自分のところに止めて、自分でそれを処理していくという、まあ、精神操作ですね、心理操作ではなくて、精神操作をしておかないと、結局はその分だけ、結局はもっとわかりやすく言うとね、 自業自得と言いながら他人を、まあ、その頭からね決めつけて笑った分だけ今度は自分自身がその自業自得の世界に陥ってしまうというまあその皮肉なね結果に終わるということですねでそれはある意味でとても大切なことであ,のある意味で言てと,とても大切なことですよね大切なことというかまあ私自身もそういうふうに思うわけですけどもまあ いわゆる成功体験の中でね、まあね、うまくいってる人も多いだろうと思います、まあもちろんね、そのこういう時,時節柄ね、まあ、なかなかうまくいかなくて、悩んだり、心配したり、寂しがったり、苦しんだり、悲しんだりしても、ひ人人も多いわけですけどもね、そういう中で一方でね、僕、そういう世界を下目めに見ながらね、まあその、なんて言いますか、俺はね、えー、1年間で1億をけたんだなんてね、まあ、昔、そういう人もいましたけどもね。 はい。まあ、あの、そういうことを自慢にして、まあ、いわゆる貧乏な人をね、ひために見て、自業自宅だよ。働けば、いろいろ言うんですね、そういう人はね。自分の成功談を基本にして、自分は優れた人間だということを言いながら、まあ、そういうことを言うわけですけどもね。しかし、私の立場で言うとね、私の、 家庭はですね、逆にそういうことを言われる方の立場の家庭だったしね、私自身もそういうことを言われる立場の人間だったんですよね。ですから、そ,のそういう人からね、そういう自慢話聞かされたり、成功体験の、ね、内容を聞かされたりするたびにね、悲しい思い、辛い思いね、ね寂しい思いをしたということは、やっぱり中学生、高校生、大学生になったからもありましたね。はい、で、まあ、そういう話をね、うちに来て話す人もいましてね、そしてその、 まあ自分の話をして、まあ、要するに、私の家はね、シャッター街一歩手前、そのと時はですね、シャッター街になる一歩手前の状況だったもんですから、そういう話を聞いてね、まあ、お詫びはね、そのおわびはその、のあ、良かったですね、素晴らしいですねって言いながらも、やっぱり内心では、まあね、そうではなかったということですよね。ですからね、うちの母なんか、面白いんですよね、その人がね、帰っていくたんびにね、私にこう言いましたよ。 ひろし、詩を持ってこいって言ってね <laughs>、私ね、言われるまんまね、あの台所に行ってね、塩を一つ紙持っていくんですよ。そしてね、うちの母、何やってたか言ったらね、玄関先にバーっと巻いてましたね。まあ、それぐらい、母としてもつらい思いをしてたんでしょうけどもね。まあ、そうした人の,人の心っていうのは、相手の方にはわからないわけですよね。まあ、その成功体験の中で酔いしれてますからね。 まあ読みでまあ、この成功体験をね、また今度別のところでね、まあ、自分なりの考え方を皆さんにお伝えしたいと思いますけれども、2つ目の話としてね、今日皆さんにお伝えしたかったことはですね、大切なことは要するに、人は人、ね、私は私。それ今ね、考えてみれば私なんてね、本当にこう、はい、まあ、そういう人間なんですよね。が、しかし、だからといってね、 ネガティブマインドでね、人を憎んだり、恨んだり、まあそういうことしても意味ないしね、あるいは悲願んだりしてもいけないし、怒っても仕方ないしということで、まあ、要するにネガティブマインドっていうのは、ある意味でね、私の心にも精神操作においては、今のところ、今もね、今の今も大敵ですね。では、どうするかということも、まあ今日ね、ちょっと時間があるから話しておきたいと思うんですけども、あの要するに、うん ブッダも言ってるようにですね。まあ、ブッダはちょっと違った意味で言ってるんですけども、ブッダが言いうネガティブマインドということは結局は生き方が後ろ向きな人とは付き合ってはダメですよということははっきり言ってますからね。あの言葉っていうのは救われましたね。私あのブッダのその言葉に出会った時に救われましたね。というのはやっぱり、やっぱり心のどこかでね、その、 こう思うときが多いわけですよね。どんな人でもですね、分け隔てなく、まんべんなく、まんべんなくとしてですね、分け隔てなくですね、平等に、まあ、自分の心を開いてね、みんなと付き合っていくからこそ、その人の人格の形成がは、まあこうまあ、できるんだというふうに考えていたときがあるんですけども、要するに、ブッドははっきりしてますね。そのいわゆるネガティブマインドの人ははっきり言えば まあ自分の心がね反応する上において、どう反応するかにおいて、要す,するに自分にとって不愉快な人とは付き合うなということなんですよ。というのは、ブッダの考え方は簡単なんですよね。どん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 自分が上を向いて上を向いて精進していけ、精進、さらに精進、精進、精進していけばいいんだよということなんですよ。いわゆるそ,のそうでない人を振り返っちゃいけませんよと。そんなこと言うと、ですねじゃあ、そういうそ,のそうでない人は誰が救うんだということになってきますけども、ブッダがいいのはそういう人は考えなくていい点ですよ。 そう,いうことそういうことを救済するとか助けるとかなんとかって考えるのはそれは神の仕事だってわけですよね。だからその人自身が神に目覚めて自分でその神に目指して歩み始めればその時は神は神として温かくそういう人にも手を差し伸べるであろうけれども人間たるあなたがです、ね、そんなことは考えなくてもいいですよという,う考え方にあるんだろうと私は解釈しています。まあ、そのように解釈すると、ね、また仏教哲学者の方 反論があるかもしれませんけども、私はそのように考えています。つまりその私自身はですね、そのブッダの言葉を聞いたときにですね、いわゆる嫌なやつ、不愉快なやつね、ネガティブマインドを持っているやつね、そういう人とはもう付き合わなくていいって言うんですよ。 どん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 離れていきなさいということを言ってるんですよね。そしてあなたはあなたで前に前に前に向かっていけばいいんだということを、ブッダは教えているわけですね。そうしますと、あなたの周りにも、あなたと同じような考え方、前向きな人、ポジティブな人がどん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 集まってきますよと。そしてあなたにもやがそういうふう、そういう自分ができてくれば来るほど、やがてあなたの先生も向こうからやってきますよというまあ考え方なんですね。 で私はやっぱり、まあ、教師という考え方と、まあ、立場もあったこともあるんですけどもね、自負心だけは大学の教授よりも高かったと思いますよ、そういう自負心はあったんですけども、まあ、あったがゆえにですね、嫌、まあ、な人でも付き合ってね、その,その人と、まあ、そのできるならねっていうふうにいろいろ考えたんですけども、要するにそういうことは考えなくていい、考えなくていいということですよね。 あまあ、私の周辺に集まってきますけども、しかし、ね、そのネガティブマインド、いわゆる、意しけてね、悲願でね、妬んでね、そして怒ってね、ぐちゃ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 言ってくる人いますけども、そういう人とは付き合わなくていいということですね。ですから、まあ、これは皆さんも、ね、これからネットの世界、フェイスブック、ツイッター、いろいろあると思いますけども、いろんな世界でね、まあ、そ,のそうしたそのネガティブマインドの,の人からの接触っていうのはありますけどもね。 私の場合はですね、もう割り切ってますからね、容赦なく削除、さらにそれ以上に絡んできた場合には、ブロックって感じでね、もうどん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 、まあ、切り捨てていくっていう方はね、そういう人から見れば、もうさ,さらにね、火を燃やいわゆる、まあ、火にね、油を注ぐようにして、私に対していろんなことしてきますけども、それはそれ。が、しかし、それもねこの、この情報、洪水の時代においてはですね、一つの、いわる、まあ、生きていく、一つの、 方法ではなないいいのかううふうに思いますね要するに無理して付き合う必要はありませんよということなんですよね。まあ、そういうことも考えて、ですねつまりネガティブマインドというのはそういうも題だよということをです、ね、どっかで知りながらですね前向きに生きていくということです。まあ、要するに、まあ、今日ね2つの話をさせていただきました。一つは行為の変更性ですよねで。もう一つはやっぱりネガティブマインド に対すする、まあ、自分の考え方ですよねつまり例えば他人の不幸を笑うとかあるいは他人のね病気を笑うとか、まあ、それはまさにネガティブマインドの最たるもんですからねですからそういう心っていうのは結局はまあ自分に跳ね返ってくるんだっていうことをですね 強く強く戒めて、ね、その前向きに生きていくということですね。人のことは構わないということですね。自分の逆に言いますとね、自分のことも構わない。私は我が道を行くって感じで、まあ、自分の正しいと思う道、これが真実だと思う道、これが善だと思う道をです、ね、進んでいけばいいということになるのではないでしょうか。というふうに、まあ、今日は、ね、2つの話をさせていただきました。 先ほどねランニングをし、まあ、ランニンニグというのは面白いんですね、あれね。私、この部屋に、ランニングマシンをそこに置いてありますけれどもあの、私にとってはあれ、ランニングがですね1日4回の、ね、サラートなんですよ。イスラム教でいうサラートですよ。イスラム教は誤回ですけどもね、今とても誤回はできませんけども、私は4回、毎日ね30分、たったかたったかたったか立ったか立ったかと、まあ、歩く、走ることによって、ですねそしてそのしながらですね、まあ、自分の心を、 見つめ直ししてていていいるると言ますかね瞑想している、まあ、実際瞑想に近いんですよね、あれねあの。運動しててもちゃんと瞑想になりますからね。まあ、今はそういうことができるようになりましたけどもね。そういうことをしながら、先ほどもね、ランニング、ちょうど今終わったところですけども、それをしながらですね。 内心はこれからビデオ代理で何を話そうのかなってに考えてまあ走り始めるわけですけどもね、その時にまにいろんなことを考えながらですね、き今日はこういう話にしようなっていう感じでね、要するにランニングしながらそういうことを考えて、瞑想タイムにしています。ですから、一石二鳥ですよね、本当は一石三鳥、四鳥ぐらいになるんですよ、私実はね。実はこのランニングする時間っていうのはですね、 こちらのパソコンの方で今もそうなんですけども96、96%レンダリング完成って言いますけども、これレンダリングの時間がね、無駄になるんですよ。待ってなきゃいけませんからね。高性能のパソコン使ってても、これ今2時間もののね、2時間半ぐらいのある動画をねレンダリングかけてるんですけども、1時間ぐらいかかりますからね、レンダリングで,で。そのレンダリングといは形式変換ですけどもね。その形式変換するのに1時間ぐらいかかりますからね。ですからその間にランニングする。それから運動になる。瞑想する。 一石、ね、三鳥、もう一つあったんだけど、何だったっけな、一石四鳥ぐらいあるんですよ。はい、まあそういうこともありましてね、まあ、そういうことを考えたことをですね、今日話させていただきました。最後の部分はおまけということになります。では皆さん、今日はこれで失礼します。まだね、午前中ですね、たっぷり午前中です。では今日はこれで失礼します。バイ